こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。今日皆さんにお教えしたいのは疾走感のあるストロークです。はい、ちょっと弾いてみますね。これは16ビートのストロークが基本になっているパターンなんですが、本当によく使われる形なんですよね。例えばあいみょんさんの今夜このまま、あとはゆずさんの飛べない鳥もそうですね。本日はこの疾走感のあるストロークを3ステップで解説していきます。まず1ステップ目、基本の16ビートのジャカジャカ弾きをします。このアップとダウンのジャカジャカ弾きが今回のストロークの基礎となります。2ステップ目、基本の弾き方にアクセント、強く弾く部分ですねをつけていきます。ステップ1の弾き方に3箇所アクセントをつけます。3ステップ目、カラーピッキングの部分を作ります。ステップ2で弾いたものをさらに応用してカラーピッキングする箇所を作ります。これで完成です。この3ステップで疾走感のある印象的なストロークが弾けるようになります。ぜひチャレンジしてみてください。それでは行ってみましょう。ではですね、本日使うコードは E、 この一つだけになります。これでね、すべて弾いていきますね。では早速ステップ1からやっていきましょう。はい、ステップ1で弾いていただきたいのはこちらですね。ステップ1で弾いていただきたいのはこのダウンとアップのジャカジャカストロークを弾けるようになってください。16ビートの基本のストロークになります。でこの図を見ていただくと、ここに1拍2拍3拍4拍というふうに拍数が書いてあるんですけど、この1拍の中にストロークが1、2、3、4ありますね。音を4つ出すってことになります。1拍で音を4つ出す、この矢印は下向き矢印がダウンストローク、上向き矢印がアップストロークになります。1拍の中で1往復2往復するよっていう意味ですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1というふうに弾いていただきます。では早速このストロークね、一緒に弾いてみましょうかね。できれば、この1、2、3、4というカウント、拍数をカウントしながらジャカジャカって、弾けるようになるといいなと思いますので、一緒にカウント、私と一緒にカウントしながら弾いてみましょう。はい、ではいきますね。カウントから始めます。せーの、できましたでしょうか。難しいって感じる方はですね、きっとこのアップストロークがちょっと慣れない動きなのでね、難しいって感じるかもしれませんので、アップとダウンが均等の、強さで均等の感覚になるようにね、練習してみてください。このステップ1のジャカ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 のストロークは全ての基本になってる動きなので、ここはとっても大切なので、はい、繰り返し繰り返し体腕にね馴染むまでやってみてください。はい、ここからはステップ2になります。ステップ2はステップ1のストロークにアクセントをつけていきます。アクセントっていうのはね、強く弾くところですね。図で見るとこことこことここ3箇所に
アクセント強く弾いていきます。じゃあちょっと弾いてみます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、はいっていう感じになります。この図を見ていただいてわかると思うんですけど、まず1拍目それから4拍目の頭にこうアクセントがありますね。で多分これはあの拍の先頭頭なのでアクセントを入れやすいと思うんですけど、ここの2拍目に関しては2拍目の頭じゃなくて2拍目の裏拍って言うんですかね、2.5 のところにアクセントがあるのでこれを入れるのがちょっと難しいかなっていう、感じがします。そこで一旦今日はですね 1,2,3,4 っていうカウントの仕方を一回置いといて別の数え方をします。ちょっとね書きますよ。はい、こちらになります。見えますでしょうか。ここねカタカナでじゃあかじゃかじゃあかじゃか、じゃかじゃかって書いてあるんですけれど、これはねこの矢印とじゃ、このアップの矢印とあ、ダウンの矢印とあ、アップの矢印とかが、1回のストロークに1文字っていう感じで、対応しています。ポイントはですね、じゃーかじゃかで一塊、じゃーかじゃかでまた一塊、で最後のじゃかじゃかでひとまとまりということで、さっきは 1,2,3,4 つ4拍で区切っていたのを、この1小節を3個の塊で区切っています。でこの塊ごとの、先頭ですね、一番初めの音にアクセントを入れるっていう風に覚えると、多分アクセントが入れやすくなると思います。でねちょっとね難しいなって感じる方は先にこのじゃあかじゃかじゃあかじゃかじゃかじゃかを口で言えるようになってみてください。口で言えるぐらいまで覚えたらじゃあかじゃかじゃあかじゃ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 あかじゃかじゃあかじゃかじゃかじゃかってストローク空振りでいいので振りながらやってみてください。できるようになったら今度は、アクセントを入れてじゃあかじゃかじゃあかじゃかじゃかじゃかっていう風にやるっていう風に段階を踏んでちょっとずつこうやっていくと、覚えやすいかと思います。では、ここで私と一緒にやってみましょう。4つカウントしてからじゃあかで入りますよ。いきます。 1,2,3,4 じゃあかじゃかじゃあかじゃ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 あかという形になります。できましたでしょうか。じゃあねここまでできたらですね、メトロノームに合わせて、弾いてみます。ではメトロノームテンポ70でいきます。 1,2,3,4 ここでメトロノームに合わせるとずれてしまうとかうまく弾けないっていう方は一回ステップ1に戻ってみてください。でステップ1に戻って、1,2,2,3,4 ってカウントしながらジャカジャカ弾きをする、そして、テンポ70に合わせて、1,2,2,3,4 ってジャカジャカ弾きをメトロノームに合わせてやってみる。一回ステップ1に戻ってメトロノームに合わせるのがおすすめです。はい、ではステップ3やっていきたいと思います。ステップ3でやるのはステップ2で弾いたものをカラーピッキングで弾く場所を作るっていうのをやっていきますね。
はい、カラーピッキングっていうのはこう腕を振ってストロークはするんだけれど、ピックを弦に当てない、音を出さない空振りをするっていうものになります。はい、じゃちょっと図を見てもらうと、ここのねカッコのところ、矢印のところにカッコありますけど、ここが、腕を振るんだけど音を出しませんっていう場所になります。文字で数えた場合、ジャーカジャカのアア、ジャーカジャカのアアの部分は音を出しません、空振りします。はい、では大げさに私ちょっと弾きますよ。ゆっくり大げさに弾きます。せーの、ジャーアカジャカ、ジャーアカジャカ、ジャーカジャカ、ジャーアカジャカ、ジャーアカジャカ、ジャーカジャカっていう感じになります。ではですね、これを一緒に、私と一緒に弾いてみましょう。せーの、1、2、3、4、ジャーカジャカ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 。ではね、今度はメトロノームに合わせて弾いてみたいと思います。テンポ70です。1、2、3、4。完成です。ここからだんだんテンポをね上げてってみましょう。例えばあいみょんさんの今夜このままはね、テンポ105の曲です。なのでちょっと試しに105でねやってみましょうか。コードは E で弾きますね。アクセントなんですが、早いテンポにするときは勢いよくバシっていう風にこうストロークをするといいと思うんですけど、ゆっくりなテンポの場合はジャーンっていう感じでアクセントを入れてあげるといいと思います。例えばテンポ60の場合ちょっと弾いてみますね。でアクセントの入れ方もね、ゆっくりな時はちょっとバシンってやると変な感じになっちゃうので、ジャラーンという感じで弦の一個一個を鳴らすようにしてあげる。はい、そうするとこうキラキラした感じの音が出て、そのようなストロークになると思います。ちょっと特別な、ね、感じのストロークになります。最後のまとめなんですけれど、まずですね、今回のレッスンで一番大事なのは基本の1ステップ目の1個目ですね、基本のジャカ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 、あの形がまず土台にあって、でその上でアクセントをどこに入れるか、アクセントの場所で、ストロークのね聞いた感じの印象が変わってきます。何はともあれ、まずこのジャカ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 が均等に、カウントしながらできるようになることがすごく大事だなと思うので、そちらをね、やっていただけると嬉しいです。参考動画があって、以前出させてもらったですね、アコギのストロークが抜群に上手くなる方法、16ビート完全マスター編っていうのがあるんですけど、それでね結構いろんなテンポでこのジャカ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 の弾き方をねやって、一緒に練習できるような動画になってますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ということでレッスンは以上になります。皆さん本日も本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございます。皆さんお疲れ様です。今日はですねお知らせがあります。2月3日なんですけど、節分ありますよね。皆さんは節分どんな風に過ごされますか？私は毎年豆まきをやったりするんですけど、
今年はですね、YouTube ライブで豆まき配信ということで、また皆さんとつながって、一緒に節分を過ごしたいなと思っております。お時間がある方はぜひ参加してください。2月3日のね、時間は多分夜8時ぐらいになると思うんですけど、また前日ぐらいに SNS でね、正確な時間をお伝えします。あと概要欄とかにもね、最新の情報をいつも載せるようにしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで毎日ね寒い日が続いてますけれどもね、もう春がすぐそこまで来てますから、皆さんとつながって一緒に節分でね、豆まきして春を迎えたいなと思っております。はい、また次の動画でお会いしましょう。そしてで、2月3日の夜ですね、またこの YouTube ライブで皆さんとつながれたらと思いますので、そこでまたお会いしましょう。またねー。